マもダルニャも常連さんだったニャ。それにマユシーは一緒に働いてたニャ。本当に本当に思い出したのか。京馬たちがお店でタイムマシンのお話してたことも、 IBN5100 を探す交換条件としてタイムマシンを使いたいってお願いしたことも、あとは時間を川の流れに例えるのはおかしいって京馬とダルニャンを論破したこととか、ラボメンになるために血の盟約を結んだこととか。 D メールは、 D メールの内容は思い出したのか。思い出したけど、これは取り消さなきゃいけないって京馬言ったかにゃ。そうだ、フェイリスの D メールによって改変された過去を元に戻してやらないと。ダメにゃ。元に戻すなんてできないにゃ。聞いてくれフェイリス、これにはマユリの命がかかってるんだ。え、マユシーの世界線のズレを元に戻して、俺が IBN5100 を手に入れないとマユリが死ぬ。バカみたいに聞こえるかもしれないけど、それが事実なんだ。だから頼む、以前送った D メールを取り消すためにもう一度 D メールを。フェイリスが D メールで叶えた願いは、フェイリスが叶えたのは10年前に死んだパパを生き返らせることにゃ。もっと簡単に言うと、パパが死んだ過去を死なないように変えたのにゃ。本当にこんなところにフェイリスが隠れてるのか。それらしい二人組が入ってくのが見えたんだよ。おい、見つけたぞ、おら。逃げせねえぞ。
ドさんが。ナイスフェイントだフェイリス。そうはいかねえぞ。取り囲んじまえ。よう、もう逃げられないぜ。一つ教えてやる。てめえら、俺のヤバすぎる黒のオーラの前から逃れられねえ。俺はいつだって体制に逆らってきた。今回も俺の伊達丸ストーリーは完全勝利で終わるのさ。よせ、この俺に手を出せ。このままだと俺の右腕が暴走を。シーンの最前線に立つのは常に一人。その一人と黒い羽を羽ばたかせたクジャク。沈まれ俺の右腕。ダメだ、封印が解かれてしまう。お前たち早く逃げろ。出ないと本当に命を落とすぞ。クレイジーな舞でてめえをエレガントに沈めてやるぜ。漆黒に選ばれるのはこの俺だ。ダメだ、右手がやめてくれ。俺はもう殺したくないんだ。シード騙されんな。そいつは典型的な中二病なだけだ。いや、お前らが言うな。構わねえから叩んちまおうぜ。そこまで言う、覚悟しろ。俺は右腕の封印を。俺に触れるなってなる。冷たすぎる火傷を。だからそれは火傷ではなく凍傷だ、バカが。なっ、うるせえ。指図するなよ。俺に指図できるのはガイアのささやきだけだぜ。誰か助けて。
乗りなさい。君にはお礼を言わねばならないね、岡部君。娘を守ってくれてありがとう。ま、守るだなんて、そう。何もできませんでしたよ、俺は。全く情けないです。とんでもない。君は娘の命の恩人だよ。パパったら、大事なお仕事があるんだから無理しなくていいって言ったのにニャ。フェイリスが叶えたのは、10年前に死んだパパを生き返らせることにゃ。私はルミホとの約束は何があっても守るよ。昔そう決めたんだからね。パパ、ありがとうにゃ。おう、IBN5100 か。そうです。あなたは熱心なレトロ PC 収集家とかねてより聞いていました。何かご存知ではありませんか？君のような若者が IBN5100 を知っているとは珍しいね。確かに私も持っていたよ。今は手放してしまったが。手放した？ああ、やむにやまれぬ事情でね。柳林神社に奉納したのですか？奉納？いや、違うよ。私に IBN5100 を託してくれた橋田さんには申し訳ないことをしてしまったと思っている。
橋田って橋田すずですか？昔の話になるがね、まだ私の会社が今ほど大きくない頃の話だ。ルミホが誘拐されたんだ。犯人はとんでもない額の身代金を要求してきてね。あるいは会社を抵当に入れればなんとかなったかもしれない。そんな時、渡りに船とばかりに IBN5100 を高額で買い取りたいという人物が現れてね。それを売り渡すことでルミホを助けるための身代金を用意することができたんだよ。パパ、その話はやめるにゃ。その売った相手というのは？フランスの実業家だね。今でも連絡は取れると思う。何だったら教えようか。